ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。今日は一昨日放送されましたプロデュース101ジャパンシーズン2のシャープ6の深掘り動画をお届けしていきたいと思います。いつもは放送があった木曜日の翌日金曜日に、その回の全体を振り返る、全体を、深掘りしていくような動画っていうのをアップしているんですけれども、今回ちょっと僕のスケジュールの都合で1日間が空いてしまって土曜日の更新っていう形になってしまったので、今回はシャープ6の中でも特に皆さんの注目を集めた、藤巻くん、中村くん、飯沼くん、太田くん、この4人が歌った花束の代わりにメロディーを、このパフォーマンスと、そのパフォーマンスに向けて、受けるレッスンの様子、特に菅井トレーナーのレッスンの内容について、深掘りしていきたいなと思います。今回の、回から、ポジション評価っていうのが始まって、で僕はシンガーソングライターっていう風に名乗ってるように今まで歌を、ずっと歌ってきたっていう人間で、ダンスに関してはわからないところがすごく多いし、でダンスをしながら歌う歌っていうのはもう、まあ、これまでのパフォーマンス見てても基本的にはもう後からがっつり修正がかかってみたいなところで、なかなかこう熱く語れる部分がね少なくて、やきもきしていたんですけれども、やっと僕の出番だというか、いろいろと皆さんにお話しできることが出てきたなっていう感じで、今回のシャープ6っていうのはすごく楽しく見ていました。ぜひぜひ、この動画も最後までご覧いただき、皆さんの、ご意見ご感想コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。まずはパフォーマンス全体の僕の感想っていうところをお話ししたいと思うんですけど、笑っちゃうぐらい上手かったっすね。やばかったね。4人とも素晴らしかったなっていうふうに思いますし、まあ中でもやっぱり特に藤巻くん、中村くん、飯沼くん、この3人がもともとボーカル面で、こう、ボーカル力がすごく高く評価されてたっていうこともあって、注目されてたと思うんですけれども、やっぱ太田くんと比べると、ちょっとワンランク上かなっていう感じの3人。この3人の、まあ、共演といいますか、こう、ヒリヒリとした、それでいて、まあ、しっかりとこう、調和した、太田くんも含めて、調和の取れたハーモニーが聞けたりとか、もう素晴らしいパフォーマンスで、そのパフォーマンスのハイライト動画が、なんか、YouTube の急上昇1位になったりとかしてたみたいで、もう誰が聞いても、すごいいいパフォーマンスだよね。感動するよねっていうような、歌唱で、まあ、日本のオーディション番組で、このレベルの歌が聴けるっていうのはめちゃくちゃ素晴らしいことっていうか、まあ今回の4人の場合は、4人のうち2人がルーツが日本以外にあるっていうところで、まあ純国産のボーカル力のこう底上げみたいなものとはちょっと違うとは思うんですけれども、それでもどこに出しても恥ずかしくない素晴らしいパフォーマンスだったんじゃないかな。むしろ今、プロとして、メジャーで活躍しているような、ボーカリストシンガーと比べても何も引けを取らないというか、みんな一目置いたっていうか、すげえなって思ったパフォーマンスだったんじゃないかなっていうふうに思います。本当にもう、すごすぎて、もう笑えるっていう、本当に笑いが止まらないみたいな、笑い泣きみたいなね、そんな感じのパフォーマンスでした。で、パフォーマンス、じっくりこう深掘りしていきたいなと思うんですけれども、まずは、選曲のところからちょっとお話ししたいことがあって、まあ、今回、ポジション評価は、ランクの高い人から自由に曲を選べると、そういったシステムだったんですけれども、藤巻くんがプリテンダーに行くのか、それともこっちに行くのかっていうのは、結構注目ポイントだったと思うんですね。で、全体を見ても、意外とみんなプリテンダーちゃんと警戒してたなっていうか、ちゃんと、嫌がってたなっていう印象はありました。高塚くんがプリテンダー選んで、その後誰も来なくて、ちょこちょこちょこと、こう、ランクの割と低めの人が、こう、そっちに流れていくみたいな、そういった結果だったんですけれども、もっとなんか、勇猛果敢に、えいって飛び込んでいく人、歌に自信ありますぜみたいな人が、なんか、まあ、何も考えなしに、えい、プリテンダーって言っちゃうのかなと思ったら、
意外とみんなちゃんと、いやプリテンダーは無理、プリテンダーはやばいみたいな、あのそういう感覚でもってしっかり避けてたなっていうのが僕の印象でした。で、まあその高塚くんはそこであえてプリテンダーにこう飛び込むっていうことで、結果的にはまあ来週の放送で、どういったパフォーマンスが披露されるかわかんないですけど、まあおそらく投票っていう部分ではかなり有利な、チーム分けになったんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですが、藤巻くんに関しては僕プリテンダーを選ばなかったっていうのは、プリテンダーはちょっとっていうのもあったと思うけど、それ以上にこの花束の代わりにメロディーをっていう曲が自分にとってすごく自分の良さを出しやすい曲だっていう風に思ってたんじゃないかなっていう風に僕はそう感じたんですね。で、僕この曲多分どっかでチラッと耳にしたことはあったと思うんですけど、じっくり聞いたことってなくって、今回このポジション評価の皆さんのパフォーマンスを見た後に、改めて原曲のバージョンっていうのを聞いてみたんですけど、僕が、想定していた、まあ、予想していたよりも結構崩して、結構癖強な感じで清水翔太さんは歌われていたんですね。オリジナルの癖は結構強かったんですよ。で、後でその癖っていうのはちょっと詳しくお話ししようかなと思うんですけれども、で、まあその癖強の原曲があるからこそ、藤巻くんは普通にちゃんと上手に歌えば、もう藤巻くんの歌になると、そういう曲だったわけですね。対してプリテンダーっていうのはどうかっていうと、プリテンダーのヒゲダンの藤原さんっていうのはちゃんと素直に歌う人なんですよ。あんま癖がないんですよね。癖っていうか、まあ、特徴はその音域であったり声質であったりで、その歌い回しにはあんまり癖がなくって、すごくこう音楽的に理にかなったスッという歌い方をするんですよ。歌い回しをするんですよ。で、そこで勝負ってなると本当に対藤原になってしまうみたいな。まず対藤原真っ向勝負っていうのが、こう、聞いてる人にとっては、やっぱ聞いてる人の脳内では起こって、で、そっから先に自分の個性を出していくっていうのは、なかなか難しいと。で、対してこの花束の代わりにメロディーをっていうのは、原曲が癖強だと。原曲を知っている。で、清水翔太さんの、ボーカルが好きだっていう人にとっても、藤巻くんは普通に自分がいいと思う素直な歌い方で、歌うだけで、藤巻バージョンいいよねってなる。そういう、まあ、こう、お膳立てがもう整っている曲だったっていうのはあったんじゃないかなっていうふうに思います。で、藤巻くん僕、まあ、詳しくは知らないんですけど、TikTok でカバー動画をたくさん上げててっていうような、そういう活動の、経歴があるみたいで、どういう曲をどういうふうにカバーするかっていうのをこう繰り返していく中で、そういう察知能力っていうか、この曲、俺の曲にしやすいな。とか、そういうのってあるんですよね。まあ、僕も、ボーカルのレベルは全然比べるまでもなく、藤巻くんのがもう、数段上ですけれども、人の曲歌ったりとか、このチャンネルでもしてますけど、自分の曲にしやすい曲と、しにくい曲っていうのがあるんですよ。で、それで言うと、この曲はすごく自分の曲にしやすい曲だったんじゃないかなっていうふうに思います。で、逆に、飯沼アントニーくん。飯沼アントニーくんは、オンタクト能力評価の時に、ひまわりの約束をめちゃくちゃ癖強で歌って自分の個性っていうのを出した子なんですよね。そこに僕もすごく魅力っていうか可能性を感じたんですけれども、本家がこの曲癖強だったんで、飯沼くんの癖強がなんか真似してるみたいに聞こえちゃったっていうのはちょっとあるのかなっていう気がしました。現地評価では確か、飯沼アントニー君3位だったと思うんですけれども、そこが、飯沼くんの個性でもあるはずなんだけれども、オリジナルの癖強にちょっとこう書き消されて、なんかただの真似、清水翔太の真似をしてるみたいな、そういう聞こえ方になっちゃったのかなっていうのも思いました。はい、ここまででちょっと予定以上に喋っちゃってるんですけれども、ここからはですね、菅井トレーナーの、トレーニングの内容、まあかなりね、端折って、もうほんと瞬間瞬間の切り取りでしかないので、実際どういったね、レッスンが行われていた、トレーニングが行われていたかっていうのはわからないんで、推測もたくさん入りますけれども、まあ、菅井トレーナー、視聴者の方にも人気で、めちゃくちゃキャラ濃い、
人で、毎回なんかこう見ててハラハラするっていう。僕はね、怖い人苦手なんで、声、大きい声出す人とか苦手なんで、すげえ怖いなと思って見てるんですけど、僕、まあ多分普通に受け答えはできると思いますけど、結構ちびるだろうなっていうタイプなんですけど、まず、スガイトレーナー入ってきて、まあ、こんにちはって言ったみたいな、いや、その言い方って思ったんだけど、その後に、まず曲聴いて、で、曲聴く前ですね、この曲どんな曲か説明して、みたいなことをね、投げかけるわけですね。で、それに対して藤巻くんが、プロポーズの曲だと、あとはまあ告白の曲だと、そういった、まあ、反応をしたんですけれども、それに対して、なんかそんな風に言っちゃったら、なんかちょっと、音楽って嫌ね、みたいな、そういうね、うわ、チクッといくな、みたいな感じのね、スガイトレーナーの、返答があって、で、まあ、やりとりの後で、中村斗真くんが、これ僕、家族のことを思って歌ってたんです、みたいな話をして、あ、そうそう、そうなの、あ、もっと深い意味でも、もう広い意味での愛の歌なのよ、みたいなところで息統合する、みたいな、そういう、シーンがあったんですが、まあ、あれ何が言いたかった、何が伝えたかったかっていうと、多分もう、この4人がめちゃくちゃ、うまいっていうのは、これまでのトレーニングから、スガイトレーナー当然分かっていて、まあ、高いものを求めていたと思うんですよね。で、その中で、曲を解釈する、深く解釈して、そこに気持ちを乗っけるって、青山テルマさんのトレーニング、レッスンでも、なんかちょっと気持ちが動かされたかと言われると、みたいな話があったりとか、もうだから技術じゃなくて、特に3人に関してはね、大田くんに関しては技術的にクリアしなきゃいけないところっていうのはあったんだけど、他の3人に対しては、もうある程度できてるから、あとはどうパフォーマンスするんだっていうところからスタートしたいよねっていう、そういう思惑だったと思うんですよね。で、そんな中で、曲の解釈っていうのを聞いて、藤巻くんの、まあ、受け答えっていうのが、どうもちょっとこう、テンプレっぽいというか、そういう感じがしたんでしょうね。こう言っときゃいいやろっていうか、それもそうだし、ここで、花束でどうのこうのって言って、ここに高校歌詞が書いてあるから、だから、プロポーズなんでしょ？告白なんでしょ？みたいな。そういう浅はかさみたいな。もうちょっと深く、読み取らないみたいな。そういうことを伝えたくて、ああいう嫌な感じ、ちょっと皮肉な感じになったのかなっていうふうに僕は思ったんですね。で、ちょっと花束の代わりにメロディーを、歌詞見てみましょう。まあ、プロポーズの曲ですよ。告白の曲、たった一人の愛する君へっていう曲だとは思うんですけれども、まあ、そういうのって、まあ、メジャーアーティストを往々にしてあるんですけれども、プロポーズ曲ですって言っちゃった方が、そういう体にしちゃった方が売りやすいみたいな、浸透させやすいみたいなところもあったりとかして、実は作者の一番大事な、ところっていうのは、その、定型のもう一個先にあるみたいな、そういうのってよくあると思うんですよ。で、まあその、スガイトレーナーと中村くんが言ってた、家族のこと、離れ離れになっている、大切な人のことっていうのは、まあまさにそういうところだと思って、清水翔太さんって、デビュー曲のホームだったかな？その時から、今更帰れないよ、みたいな、故郷のことを思ってみたいな、そういうマインドってあるんですよね。で、そういうバックボーンっていうのがあって、なんかそういうのもちょっとちらつくっていうのも言われてみればそうだなっていうふうに思うし、ね、だから、実は、こう、まあその愛するあなた、例えば結婚したいなって思ってる人、これから将来ずっと一緒に共に歩んでいこうよって歩んでいきたいよと思ってる人を見ながらも、そこにたどり着くまでに自分のことを産んでくれたお父さんお母さんありがとうとか、そういうものまでこう全部つながってるっていう、そういう世界観あるかなっていう気はするんですよね。で、曲調としてもゴスペルをベースにしてる楽曲で、ゴスペルってもっとビッグラブを歌う音楽ジャンルなので、
君が好きだよ、あー、おー、I love you みたいな、そういうことじゃなくって、おー、神よ、母よ、父よみたいな、そういうビッグラブを歌う音楽だって僕はなんとなく思ってるんですけど、まあそういうのも相まって、やっぱそういうところの解釈まで踏み込んでいってほしかったなっていう気持ちが、スガイトレーナーにはあったのかななんていうことを思いました。で、その後は、技術的な細かいところのトレーニング、レッスンに入っていくんですけれども、二つ面白いなと思ったところがあって、一個が、抱きしめるかわりにっていう、かわよわよって言ってたとこ、お尻グー落として、うわ、ここで一段入れて力むのよみたいなことをね、言ってたところあるんですけど、あそこって多分、最後の最後の大サビの、ブレイクが入るところなのかなって、っていう風に思うんですよね。抱きしめるってこうリズムが止まるところ、抱きしめるかわりにって最後のバシって決めるところ、あそこは一段力入れてやんなきゃダメだよっていう、でまあ歌詞のフレーズとしては代わりに、この歌をっていうなんだけど、かわってここで必要以上に力入れないとそこの決めっていうのはかっこよく決まらないよっていう、まあそういうことが言いたかったんじゃないかなっていうふうに思います。でもう一個、太田くんにダメ出しするとこあったんですよ。どこだったっけな、ここのノリがベタっとなってるのはわざとっていう。で確かに太田くん全体的にベタっとしてるんですよ。ベタっとしてるってのは何かっていうと、この曲っていうのはスイングとかシャッフルなんていう風に言われるリズムで、跳ねるリズムなんですね。タッカ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 抱きしめる代わりにメロディーを、なんだけど跳ねてる後ろの裏拍っていうのがあんまり歌のメロディーに出てこないんですよ。抱きしめるかわりにってこう頭に結構重心があるメロディーになってるから、裏の、スイング感、シャッフル感、この跳ね感っていうのを感じなくても歌える、感じにくいっていう特徴があるなっていうふうに僕は思ってて、で太田くんっていうのはこのスイング感、シャッフル感っていうのを最後まであんまり感じられてないんですよ。対して残りの3人っていうのはそこはもうしっかりと捉えてて、なんなら中村くん、飯沼くんに関してはよりこう敏感に、捉えてるなっていう感じはしたんですけれども、まあ、そこをベタとなってるのはわざとっていうふうに聞いてるんですね。でこの曲、原曲がね、原曲の癖強が結構そのシャッフル感、スイング感を曖昧にしてるんですよね。だからすごく難しかったと思います。太田くんは、それに結構騙されたのかなっていう、気がしますね。本来であれば基本のタッカ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 っていうリズムがあって、それを崩して清水翔太さんのあれになってるっていうことなんだけど、それをこう、遡って、こう、素直なリズムにこう変換できなくって、結果、ベタッとこうイーブンに近いようなリズムの取り方になってしまったっていうのが太田くんだったのかなっていう気がしますね。でなんで、そこがイーブンになってしまうかっていうと、まあ多分音楽ジャンル、まあこういう楽曲に対しての、まあ、慣れみたいな経験みたいなの浅さっていうのもあるかもしれないし、あとは音程をちゃんと取ろうとか、声を、綺麗に出そうとかっていうところに、やっぱり意識が持ってかれる。意識をしないと綺麗な声で歌えないっていう、それは技術的な問題で、残りの3人っていうのは多分綺麗な声を出すとか、正しい音程で歌うっていうことに、あまり意識を割かなくてもいいんですよね。技術的に。それはもう、楽々クリアできている。で、その上で、リズムであったり表現であったりっていうところに意識を避けるんだけど、太田くんの場合はすごく素敵な声で、他の3人にないちょっと太めの音色っていうのはすごく魅力的だったと思うんですけど、その音色、声色っていうのを意識しないと作れない。で意識しないと正しい音程をこうバシッとはめられないっていうところから、どうしてもこうそっちに気がいって気がいって気がいって
ってリズムがおろそかになっちゃって、ちょっとイーブンスイートスポットにはまっていかないみたいな、そういうところあったんじゃないかなっていうふうに思いますね。でそれに対して中村くんはアクセントが足りないんだと思いますっていう、まあその原因がしっかりと理解できていたりとか、そういったところも見られましたけれども、まあ菅井先生どうなんですかね、これ後でちゃんと細かく言ってあげてるのかわかんないですけど、ここはなんかもうちょっと理屈でリズムのあれを説明してあげてもよかったんじゃないかな、その方がわかりやすかったんじゃないかなとかって思ったんですけど、まあそこは菅井トレーナーにも、まあしっかりと思惑があったと思いますので、俺を菅井トレーナーに行われたくないので、まあこの辺までにしておきたいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。シャープ6、花束の代わりにメロディーをの、パフォーマンス、あとも楽曲について、深掘りしていきました。で来週がですね、僕の楽しみな高塚君のプリテンダーということで、来週の放送が始まるまでに、俺が高塚だったらプリテンダーっていうのをちょっと作ってみようかなっていうふうに思ってます。今回そのボーカルのポジションに関しては、まあ、歌割りとあとハモリ作ったりとか、そういうのを自分たちでやらなきゃいけないっていう課題があるみたいで、高塚君が一体他のメンバーに対してどういうようなハモリを当てるのかとか、どういう歌割りでやるのかっていうのをちょっと考えてみると面白いかなっていうふうに思ったので、俺が木村だったら選抜に続き、俺が高塚だったらプリテンダーっていうのを動画ちょっと出したいなと思いますので、ぜひ、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。チャンネル登録してないっていう方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。